科学のお姉さん五十嵐美希です。アナヒコです。お願いします。お願いします。先生、はい、こんないい天気の日に外に出てきてねえ、すごい楽しくなりそうじゃない今日は。ねえ、そうだよ。ちゃんと日焼け止め塗ってきた？いや、日焼け止めは塗ってないけど。塗ってない？じゃあ塗ってあげようか。いや先生バカにしてるでしょ塗っても意味ないから。なんかついてるんだけど。なんかついてるのは気にしないで。もしかしてバーベキューとかできちゃったりするのかな。そうなの。今日はちょっとね、いつもとは趣向を変えてリラックスしながらバーベキューを楽しみましょう。え、っていうことはバーベキューと科学がコラボレーションするのかな。そう、コラボレーションするよ。あららららら、それはそれで楽しみだな。はい、じゃあ今日も楽しみながら実験していきましょう。はい、それではレッツサイエンス。バーベキューで使える科学その1、火起こし。いや、シンプルシンプルに火起こしね。まず最初にやるでしょ。一番大事ですからね。そうだよね、うん、実は科学の力を使えば面白くすごい火起こしをすることができるんで。え、面白い感じで。面白い感じで。科学で火起こしか。はい。なになに、なんだろう、全然想像つかないな。火起こしってね、どんなイメージある？木の棒でものすごくこするみたいな。すごい原始的だね。もう違うからなんだろう。じゃあ先生、じゃあやってみますよ。お願いします。まず用意するものはこちらです。アルミホイル。アルミホイル。そしてスチールウール。スチールウール。そして電池です。この3つで。この3つで火起こしができるのかな。火がつく予定です。予定です。いや、でも絶対成功してほしいですね。じゃあ一緒にやっていきましょうか。はい。まずこのアルミホイルを敷きます。はい、こんな感じで。で、この上にこのスチールウールを約20センチぐらいになるまで伸ばしていきます。あ、それ伸びるんだね。そう、これ伸びていくからね。ちぎれないように。ちぎれないように。実は今からカイロを作るんだけど。カイロ。カイロ、うん、このスチールウールがちぎれちゃうとカイロにならないので。なるほど。ちゃんとここね、電気が通りそうな感じにつなぎ止めておくと。そうそうそう、伸ばしておいてください。はい、こんな感じ。そしたら続いて回路を作っていきますが、念のためこのように軍手をはめて、まあ、火傷をしないようにしておきます。安全に。安全にね、はい、電気回路ってさ、こういう電池がよく出てくるのとか習わなかった？いや、必需品だね。でしょ、うん、これをじゃあどういう風につなげたらいいかな。並べるとか。並べるな感じ。そんな感じ。これか、うん、確かに。うん、確かに。これもでも火は起きないね。それで起きるわけないよね。起きないね、うん、あとはつなげるとか。つなげる、えいみたいな、こんな感じ。意地悪だな先生これは答えが出るまで終わんないよ。終わんないよ。実はこれはショートさせる回路を組みます。電池のマイナスとプラスをつないで直列つなぎして、してこのマイナスのところをまずこのスチールウールにつけます。で、こっちが今プラスです。なるほど。で、これをこのままプラスのところに近づけると。バチバチ言ってる。そう、バチバチ言ってるでしょ。これがショートしてるってこと。そうそうそう。わ、すごい。火花が散ってるよね。うわ、無人島思い出す全然、全然これ時間無人島思い出す、これ。おおおお、強力になってる。おお、すごい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 。おお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 お、これを着火剤につけて。おお、できた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 。すごいね先生ついた。すごいすごい電池のプラス極とマイナス極をスチールウールでつなぐとショートし、発熱し、火が出ました。なるほど。こうやってショートさせて火を起こしてつけるんだ。そうなの、でもさ、うん、着火マンでつけた方が早いんじゃないの。パシッ。なんて言った今。いやいや、ごめんなさい、なんでもありません、なんでもありません、なんでもありません。この動画がためになったというお友達はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。お願いします。あと
先生に質問ややってほしい実験があったら、ぜひコメント欄にも書いてね。お待ちしてます。